お世話になっておりますテッシーです。ドラゴンクエスト11続きをプレイしてまいります。前回ですね、砂漠の殺し屋デスコピオみたいなやつを倒しまして、城に戻るところですね。ルーラで戻りましょう。城下町でファーリス王子が多分虹色の枝を、譲ってくれるっていうことを、お父さん国王ですね、王様に話をしてくれるということになるとは思うんですけれども、前回のねやり取りのね、シルビアが王子にこのままでいいのみたいなことを言ってたので、またまだなんかあるんでしょうね、人波乱というか、そういうのが多分あると思います。あ、もうイベント、うわ捕まってるわあいつマジで怖いわ、絶対もう絶対動くじゃんこれ。もういいねいいね、見よ我が国の王子ファーリスがあの砂漠の殺し屋を捕らえてきたぞ。みんなもよくここに来るわ、これ怖いわ本当に。勇敢な王子がいる限りサバディ王国の未来は安泰だ。さあファーリスよ、ために言葉を。皆さんの声援を力に変えることで、この通り砂漠屋の、すいません砂漠屋って言っちゃいました、砂漠の殺し屋を倒し捕らえることができました。ほらほら来た来た来た、お約束ですよね、お約束。今後もこの国の王子としてより精進を重ね。起きたぜおい、このお約束感がいいですね、ぽいドラクエっぽいっていうかね、好きよ。うぃー、さあどうする、みんな慌てるな、俺たちには王子様がついてる、王子様がきっと魔物を倒してくれるはず。いや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 、おお確かにファーリス王子がいれば安心だ、その前に逃げろやっていう話っすよね。これ見物じゃねえんだから、ガチだからね。どうしたファーリスよ、お前ほどの実力があれば問題なかろう、民の期待に応えるのだ。いや敵のデカさを見ろや、みんなでかからんと。シャーッ、もうこれはでも逃げらんない。どうするどうする、ファーリス父上、僕には無理です。へえみたいな、なんじゃみたいな感じですよね。騎士たるもの、信念を決して負けず国に忠誠を尽くす。え、でも心に染みついちゃってるから言っちゃったんですよね。お、戻ってきた騎士たるもの、どんな逆境になっても正々堂々と立ち向かう。そう、あなたは騎士の国の王子、卑怯者で終わりたくなければ戦いなさい。ああもうこれはもうやるしかないですね、僕は騎士の国の王子。うわーでもこれきついだろう。おっと4人で倒したやつですからねこれ、無理よ。すうわ折られた、さすがに。おお行く、それでも、どうなん、あシルビアだ、ちょっと手助けしてあげたと。おいしいとこ取りやがったなこいつ。さすが流浪の旅芸人、やればできるじゃない、かっこよかったわよ。確かに、あなたはいい、騎士の国の王子様なんだから、いかなる時も騎士道を忘れちゃダメよ。
へえ、すごい。まあ弱ってたとはいえ、ま、待ってくれ。騎士道に深い理解があるようだが、そなたは一体何者なのだ。ただのしがない旅芸人よ。アデュー。まあまあ旅芸人だしょう、だしょう、うん。まあ良かったですね、デスコルピオ倒せまして。で、枝よ、枝をどうすんの。ああ、父は全部話してますね、さすがにね。父上、母上、というわけでレースを走ったのも魔物を捕らえたのもテッシーさんだったのです。顔を上げよ、ファーリス。わしたちはこれまで等身大のお前を見ずに見合わぬ重圧を与えていたようだな。謝らなければいけないのはわしらの方やも知れん。これからは妻と共に考えを改めるとしよう。だが先ほどの戦いで見せた勇気はなかなかのものだったぞ。防戦一方とはいえ、騎士の国の王子としてふさわしい戦いだった。あの勇気があればいつかはお前の目標であるデルカダールの猛将グレイグ殿の隊にも入れるであろうな。わははは。とグレイグって俺たちを追ってた。まあ、ちょっと気まずい。ところで父上、一つお願いがあります。ここにいるテッシーさんたちは虹色の枝を求めて旅をしているのです。お世話になったテッシーさんたちに国宝である虹色の枝を差し上げてもよろしいでしょうか。虹色の枝か。うむ、そいつは無理だな。行商人に売り払ってしまったからの。ほう、虹色の枝を売り払ったですって。あれは国宝ですよ。どうして売ってしまったんですか。さすがの王子もびっくりするわな。バカモン、なぜ今年のファーリス杯があそこまで豪華にできたと思っている。すべてお前のためにやったんだぞ。はいはいはい、そんな。まあまあまあ、喧嘩両成敗じゃないですけどね、お互い様っていう感じにね。まあいいんじゃないですか。すまないことをしたな、旅の者よ。虹色の枝を売った行商人だが、ここより西のダーハルーネに向かうと言っておったぞ。これを持っていけば西の関所を越えることができる。ダーハルーネで情報を集めるがよい。お、ありがとうございます。直感を手に入れた。また来た。すまない、虹色の枝のことは本当に知らなかったんだ。この通りだ、許してくれ。代わりといってはなんだが、サマディの騎士が使う伝統的な修行道具、このボウガンを受け取ってくれ。おお、このボウガンで遠くにいる魔物を撃つと怒って近寄ってくることがあるんだ。うまく使えば効率よく戦いの経験が積める。ああ、あざす。おお、ボウガンを受け取ったと。君たちには本当に世話になった。何か困ったことがあったらまたサマディに来てくれ。オッケー、この僕がいつでも力になるからな。おっす、はははと、まあ、よくわかんない友情が生まれましたけれどもね。そういうことですか。ダーハ、ダーハルーネに行けと。了解しました。西の関所ですか。まあ行きましょう。というよりビーストどうしよう。ビーストルパスの豆知識。ああ、彼女がいればな。ルコさんですよね。うん、ルパス懐かしいな。もはやもう懐かしい。それでそうっすよね。どうする。
ワイバーンドッグ、あいつ倒さねえとなっていうのがあって、あいつの方が、あでも強かったですけど、やっぱボスの方が強かったですよね。おお、待ってたわよんてしーちゃん、シルビア、なんでいつも上にいる、げ、何しに来たんだ、まだ俺たちに用があるのかよ。ウィート、これで仲間になるんじゃない、もう決まってるじゃないの、私もついていくわ、命の退治を目指す旅に、そして邪神ちゃんを倒すのよ。おいおい冗談じゃねえ、いきなり出てきて何言ってんだ、俺たちの旅は遊びじゃねえんだぞ。もちろん遊びでついていく気はなくてよ、マジマジになった、旅芸人として世界中を回ってたくさんの笑顔と出会ったわ。でもね、それと同じくらい魔物に苦しめられている人々の悲しみにも出会ったの。私の夢はね、世界一大きなホールを建てて、そこで盛大なショーをして世界中の人々を笑わせることよ。でもみんなから笑顔を奪おうとする邪神ちゃんがいたら、その夢も叶わなくなるじゃない。だからあなたの旅の目的は私の旅の目的でもあるってわけ。それじゃみんなこれからもよろしくね。 OK です。仲間に加わったと。シルビー補助なのかな、混乱とか直してくれてましたからね。やれやれ、相変わらず強引なやつだぜ。であなたたち、とりあえずこれからどうするの。命の大樹への鍵となる虹色の枝、その枝を手にした商人を追ってダーハルーネの町に行こうかと思います。なるほどね。でもあそこは港町、もう船に乗って海に出てるかもね。そしたらどうやって追うつもりなのかしら。そうですね、その場合は定期船を乗り継いでいくしか。ダメダメ、定期船なんかじゃあまりにも時間がかかりすぎるわ、いつまでたっても追いつけないわよ。そう、それじゃどうしろっていうの。船で行けばいいのよ、自分たちで自由に使える船でね。そう、私が持ってる船、マジでめっちゃ金持ち。シルビアさんすごいわ、やっぱり頼むじゃんって思って。ベロニカ、お前こいつらほんま、ほんと厳禁だな、本当に。仲間じゃないの、私の船が泊まってるダーハルーネに行くわよ。ここより西、さあ出発。まあ、楽しくね、賑やかになっていいですけれども、ベロニカのあの目の輝きの違い、マジか、女って怖いっすよ本当に。なんなんマジで。てかシルビアもマジ金持ってるしすげえわ。いいね。西行きましょう。とりあえず、まあ、ルーラで南行こうか。ルーラと馬で走っていくのどっちが速いかですよね、これ。ああ、そうか、馬降りちゃうから、結局馬乗る時間がもったいないとか。まあ、どっちもどっちだな、これな。どっちもどっちですね。じゃあ行きましょう。こっちですよね。そうですよね。まあ、ワイバンドックのクエスト、また後でいいかな。なんかね、お、走ってきた。怖い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 。ゾーン。ああ、宿止まってねえな。まあ、いっか。ゾーン入ってないしね。お、なんか話してる話してる。おお、羨ましい。雨が降る緑豊かな場所なんです。ほうほう。ここにクエストあるじゃん。私はアポロ、ここで門番をしているものだ。話を聞いてくれ。
私にはディアナという妹がいてな、ダーハルーネにあるケーキ屋でパティシエとして、ああははは、近頃は、あ、手紙を書いたな、渡してくれってことですかね。おお、了解了解。お、新式武器のレシピ、お、はいはい、大丈夫大丈夫、君は優しいな。オッケーっす。もう渡すだけですからね、楽勝楽勝。明日への手紙、大層なタイトル。よっしゃ、行きましょう。はい、書簡を持ってます。通さないわけにはいかないと。ダーハラ出現。ああ、世界有数の貿易都市。ほうほう、なるほどね。ちょっと世界地図見てみます。ああ、なるほど、これか、東、あ、西ですね。すごい、やっぱり緑っぽいですよね。どっから来たんでしたっけ。あ、右の方から、温泉から来たんですよね。ホムラの里、あ、あそこ、まあ一番右のあの旅の扉から来たって感じですよね。どっから逃げてきたんだっけ、もう忘れちゃったな。あ、石の村のところから、ここだから来たんですよね。 OK、 行きましょう行きましょう。テッシーもレベル上がってほしいですね。そうすれば MP がダーハラ出現。まだ出現の手前ですか。おお、なんかスゴロクみたいのあるよ、左の、何あれ。採集できるもの、まあ採集できるものは採集していきます。え、なになに、どうしたどうした、めっちゃ逃げてったけど、ここら辺になんかあったんだけど、あれ、ない、え、え、こっちか、ここが、み、身が絆、こってこっちだと。敵は変わらずなのかな、ここでいいんですよね。採取できるもの、ここ行って右行くか。キャンプあるじゃん、キャンプキャンプ。これは、あ、じゃあ一回キャンプして、うわ、リリパッドいるし、懐かしい。え、これ敵ですよね。あ、違う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 、敵じゃない。ちょっとちゃんと降りて話そう。どうした、リリパッドさん、どうしたの。弓矢ズバズバ、今日も飛びます。金玉でオイラの指は世界一。むむ、君は、サマディ王国にいる師匠から連絡が来てないけど、参加希望の人、え、なに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 、冒険アドベンチャーに参加したかったら、え、何それ、超面白そうなんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、一回キャンプしよう、一回キャンプしよう。キャンプしとけば多分ルーラで来れる気がする。それにしても、シルビアのおっさんが個人で船を持っているとは意外だぜ。まあ、確かに。あのさ、何を、確かに、え、すげえ金持ちなの？船ちゃん、船ちゃん。走っていきましょう。あー、あくび、あくびしてる。帽子が焦げるかと思ったけど、あの夏が恋しいわね。まあすげえ涼しくなったんでしょうね。はい、続くのでしょうか。いや、終わるまで、まあ一応レベル上げときます。でまだつくレシピが増えてないからね。手加減打ち、半分の力、はははは、ナイスて、そうっすよね、ないっすもんね。防具も、そう、あ、羽帽子ってのが作れるぞ。神は上がるね。アクセサリーも、お、金の、あ、これ作れるね。ちょっと作っとく？ちょ、待って、防具もう一回見よう。鎧、お、聖堂、お、これ作ろうか。聖堂の鎧装備しようか。服、
騎士団の服、ああシルビア装備できたんだ。ちょっと鎧、聖堂の鎧作ろう。 OK 作ろう。これ作って次の動画に移動しますかね。で特技が上下打ち、手加減打ちめっちゃ使う。え、ちょっと待って、あ、叩くでも5を使うんだ。上下打ちこれで気をつけないと。今度こうですよね。おお、いいじゃないいいじゃない。これ上下打ちでちゃんとやれってことなのかな。ピキン入ったよ。でこれで、おーし、入った。仕上げる。 OK、 いいっすね。プラス、さて1はいくでしょう。おし、2。ありがとうございます。アクセサリーも作っちゃいます。金の指輪作っとこうか。なんか、うん、作っとこう。これ4箇所でしたっけ、違う、2箇所。ちょ、ガッチガチで叩いていくしかないってやつですね。これで今度手加減打ちってやつでいいんじゃない。で手加減打ちで、うわー、これもう一回こっちで、うわー微妙。これプラス2だろう、さすがに。片方、おし、大成功って出たよ。おお、プラス3。星、これ3でした。どんぐらいなんですかね。とりあえずこれ終わりまして、お、不思議な火事でプラス3の装備を作成したものに送られる賞が、これ3が最高じゃない、もしかして。はい、そうしましたらね、次回の動画で装備をしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。テッシーでした。失礼いたします。